オスロエス一世はアルサケスアッサパルティアの王。パルティアの東部はボロガセス三世の支配下にあり、オスロエス一世が支配したのはバビロニアを中心とする西部であった。ボノネス二世の息子であり、ボロガセス二世とパコルス二世の弟であった。パコルス二世の死亡直前に東部領土でボロガセス三世が王位を宣言して支配を確立しており、 オスロエス一世はそれへの対抗上自身の勢力の拡大を図った。その対象となったのがアルメニア王国であった。110年、彼はアルメニア王位に自分の王位のアクシダレスをつけ、113年にアクシダレスが死去すると、続いて兄弟のパルサマシリスをアルメニア王とした。これらの処置によってアルメニアへの統制を強めたことは、 ボロガセス一世とローマ皇帝ネロとの間で成立した法和以来アルメニアに対する総主権を保持していたローマ帝国を刺激し当時のローマ皇帝トラヤヌスは113年にパルティア遠征を開始した114年にはアルメニア王パルサマシリスが殺されアルメニアがローマ帝国に併合されたトラヤヌスは続いてバビロニアに侵軍した オスロエス一世は弟ミトラダテス四世とその息子シナトルケス二世と共にローマ軍の侵攻に対応したが敗退し116年にはシュトクテシフォンがローマ軍に占領されるに至ったそしてオスロエス一世の息子でローマに人質に出されていたパルタマスパテスがトライアノスの手でパルティア王とされたがミトラダテス四世とシナトルケス二世はこれに猛反発し ローマ軍と戦ったが、これも敗退した。トラヤノスはペルシア湾沿岸まで到達し、全バビロニアがローマ軍に占領された。だが、117年にはトラヤノスが死去し、新たにローマ皇帝となったハドリアヌスはバビロニアなどを放棄した。明らかにカイライとして即位したパルサマスパテスは到底、国内の支持を得られず、ローマ領に逃亡を余儀なくされ、 オスロエス一世は再びその地位を回復することとなった。だが、このローマ軍に対する大敗によって、パルティア東部の王ボロガセス三世に対する勝利の可能性は事実上失われていた。これらの戦いの最中に、アトルパテネ王国など、領土の下半は、ボロガセス三世の支配下に置かれていた。だが、ボロガセス三世もアラン人の侵入などの対応に追われ、 結局オスロエス一世は死ぬまで王位を維持した。129年、オスロエス一世は死去し、弟ミトラダテス四世がその地位を継承した。ありがとうございます。